30番。30番。よ、頑張れ。いや。お、お、お、よし。どうぞ、うまい。30番。すごい。今日は皆さんお集まりいただきありがとうございます、こんなにもたくさんの子どもたちと触れ合えてすごい楽しかったです、このチームプロを目指して頑張っているので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。では以上で東京シティ FC のステージとなります。皆様ご参加い思いのほか盛り上がってよかったですプリキュアの後って結構地獄っすからねどうなるってなったけど結構盛り上がって。改めて、今の、ね、状況っていうのも、まあ、分かってる部分もあると思うけど整理したいと思うので、まあ、これは暫定の順位ね。今日コリアとイギリスが試合をしているけど今、まあ、コリアから、まあ、イギリスまで優勝が可能性があるのはもうこの5チームだけね、みんな勝ってると思うけどで、13試合のうち、コリアは10試合消化をしてて三井も11試合消化、うちと23とイースはあと残り3試合ねっていう状況です。で、まあ、あんまりここの今の時点の順位は意味ないと思ってて、まあ、残り、その5チーム優勝の可能性がある残り5チームで、考えた時に、まあ、その暫定の順位で考えると、まあ、今の、勝ち点をねその単純に勝ちを並べたところを、無視して、順番つけて考えると、まあ、最大勝ち点取れるのが、23が、U23 が35、うちも35、コリアが33、リースが33、三井住友が31っていうのが、残り1試合を全勝した時の勝ち点、で、まあ、その順番で比べると、得失点差の関係で今23が得失点差31で、うちが、25で、コリアが27で、まあ、何が言いたいかというと今日の試合うちと23が勝った方が頭一つ抜け出すっていう試合です。多分勝った方が優勝するでしょうと思ってます。もう一つはうちは今日勝ち点1じゃなくて勝ち点3となりじゃない勝ち点1で得失点差で、U23 が上回ってるしね。で勝ち点を2落とすと、今度コリアとも並んで、今度は得失点差の勝負になってくる。こういう試合こそが、社会人でサッカーをやってる楽しさだったりね、意義だと思ってるから。俺たちまだまだ終わった選手じゃないし、今は、この年でこの真剣勝負を本気でこの仲間たちと、サッカーができる、そういう楽しさをね、今日味わえるのは、まあ、サッカーやってる人でも、社会人でサッカーやってる人いっぱいいるけど、まあ、数少ないと思ってるし、目いっぱい楽しんでいきましょう。で、今日スタート、これでいきます。キーパーミネね、はい、フォーバックで右からタマ、ガタ、阿部ちゃん、ヤマ、はい、で、ボランチにノムと翼、はい、右にノベッシ、左にシオ、はい、前がユータと、ハマ、はい、OK、このメンバーでいきます。いやもう楽しもう楽しもう、本当に楽しもう。まずこの一戦一瞬一瞬のプレーを楽しんで全力出して、そしたら絶対結果がついてくるんで、チームみんなでスクラム踏んで頑張りましょう。よし、よし、よし、いざ。本当に全員分かったんで、この試合にかける重要性だったり、このチームって他のチームと違って大きくてサッカー界を変えたいだったり、渋谷区に貢献したいだったり、ただこの試合で終わりじゃなくて未来が見えてるチームなんで、
それを逆算していった時に絶対に落とせないっていうのは僕は思ってましたし、まあ、チームのみんなも多分普通の試合じゃないっていうふうには思ってましたし、勝負のかかった試合、そのリーグ戦の行方を争う試合、まあ、そうした緊張感の中で戦えるということはまあすごく幸せなことで、まあ、それはその年間で何回もあることではないし、まあ、サッカー人生の中でも何回も何回もあるわけではないと思うので、その緊張感を楽しんでほしいなっていうふうに思ってましたし、その自分たちの力をきちんと発揮できれば間違いなくいいゲームになるなと思ってましたし、まあ、結果もついてくるだろうなとは、まあ、自信を持っておりましたね。はい、9、8、7、6、5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 、
変わって塩を後ろに入れよう。で塩を後ろ入って、シュータここ。OK。まあこういう試合だから楽しんでやりましょう。いい緊張感だし、これ取ったら面白いよ。また一歩成長できるぞ。OK。思い切ってやっていこう。もうちょっと遊び心欲しいな。なんか相手の逆取る。キーパー転ばすぐらい。キックフェイントする。なんかそれは自分から持ち出してる。オッケー。慌てない慌てない、冷静に冷静に。ま、全然問題ないから、できてるから。アイテムがその通りだし。オッケー。はい、で、いい。これからビルドアップしていこう。相手はもうそんな15分ぐらい経ったらもう全然こっち慣れてるし、ビルドアップできるから。怖いのはここでなんか変な失い方したりとか、いいところで持って引っ掛けてカウンター。いい。ここはもう思い切ってやりきれ。シュートまで終わる。行く。引っ掛けたらもう絶対前に行かせな。オッケー。奪ったらもうここって蹴ってるから。でこいつらもそれ狙ってるから最初から。あ、取ったゴー、取ったゴー。オッケー。だからここやりきることっていうのが一つ。でここ奪われたら切り替え。でそれでもダメだったら先に読んでスペース埋めとけ。いい。そこを冷静にやっていこう。チャレンジャーとカバー。いい。いい集中できてるから。オッケー。あとはもう攻撃のところシュート最後のところはもし。楽しんでアイデア出してやってください。いい。落ち着いて勇気持ってゲームコントロールして。いい。ボール繋いでいこう。勝とうよ勝とうよ。オッケー。よし。よし。エンジングでいこう。はいよ。よし。前半はやりきったんですけど、もし試合フルに出ることができなくて、でフォーメーションも変更せざるを得なくなって、塩さんが左サイドバックに入ったりとかして、まあ、結構急増なフォーメーションで。やらなければいけない状況で、相手の戦い方ってのもすごくはっきりしていたので、ストロングをどう抑えるか、で逆にこっちのストロングをどう出すかっていうところも、まあ準備はできていたつもりだったので、うん、そういう意味では、まあ、ゲームの展開をなんとなく予想できた、試合ではありましたね。帰る
なんですかね、前半もすごいいい形で東京23押し込めていたし、サイドうまく使ってツーシャドウだったりワントップの浜地さん使ったりとかして攻撃ができていたんですけど、後半やっぱりそのサイドの攻撃の幅がなくなってしまったなっていう印象があって、もし仮に自分がいたとすればっていうのを考えると、まあ、あの試合が今シーズン一番の試合というか僕の中では思っていたんで。お疲れ様でした。まあ、細かいところ言えばね、いろいろ課題はあると思うけど、あのでもとはいえその自分たちが力を出せなくて負けたってわけじゃないし、相手もやっぱねこうファイトしてきたし、まあ、サッカーこういうとこもあのこういう時もあるから、まあ、ただチャンスは全然残されてるし、今得失点差で、U23 と6でコリアところで5かな、あとはもうそれを取っていく、もうそれだけだね。まあ、あの他の2つも落とす、星を落とす可能性もあるし、あのうちたちにできることにフォーカスしていこう。 OK、 前向いていいかな。決して悪かったと思わない、全然気持ち入ってたしみんな。だからもう一回、みんなでいい準備して14日に向けてやっていきましょう。前向いて明るく、よーっ、よっしゃ、よっしゃ、切り替えてこう、切り替えてこう、はい、